はい、やってきました。メガネ岩公園です。はい。これね、実は Google マップでナビ設定すると、うん、ここから 300m 先離れた入り口で入っちゃったんですけど、うん、駐車場がそっちの上り口にはなくて、ないんだよね。そう、ここじゃないと駐車場がないということで、うん、まあね、ここまで来れれば駐車場あるので、うん、今ここに停めて散策してみようと思います。はい、行ってきます。はい。メガネ岩ってどんな岩なんだろうね。あのね、うん、行ってみないとわかんないんだけど、うん、ちょっと気になってるんだよね。ほうほう。多分うちが気になってるっていうところは、まあインスタ映えはしないところだけども、うん、うちらが好きな感じの雰囲気のところじゃないかなと。へえ。うわ、公園だ公園。ね、ちょっとこれリアル公園だな。うん。ああ、見て。はあ、弘法大師って書いてあるよ、あの大師様。うん。このね、メガネ岩って呼ばれてるのはね、うん、鬼がね、昼寝をしていて目覚ました時に手足をうーんって伸ばしたら足が当たっちゃって穴が開いたっていう言い伝えがあるんだけど、だいぶ表記な話だな。そうなんだけど、本当は数千万年前にちょうどここが海だったんだって、うん、でその海によって侵食された洞穴って、うん、あ、洞穴なの、うん、言われてるらしいよ。でね、ここね、うん、まあ、平安時代の頃にたまたま弘法大師様がここを散策に来て、うん、で、お、これは仏縁の地なりと言ったのが始まりで、今もここにこうやって語り継がれて残されてると。で、旧藩時代にはね、平戸八景の一つにも言われていたんだって。うん、ほほほほ、そうだよ ね、だって絶景っていうか圧巻だもんね。うん、で、軍港時代には佐世保名所随一と歌われた景勝地であったって言われてると。すごいね。ね、もうひびが入ってるからね、危ないから行けないんだけど、いや、すごい岩だね。はい、やってきました。こちらはガチャのどこですか。はい、ね、弓張りだけ展望台。はい、多分弓張りだけ出るかな。お、結構登るね。そうだね、登ってきたのにさらに登る感じだ。だって車で相当登ったよね。ねえ、長崎ってそもそも高低差が激しいけど、ここすごい激しいよね。ね。おお。これが佐世保の自衛隊じゃなくて、これは米軍の基地なんだね。補給艦っぽいのとか、空母？イージス艦？多分こっちが海事なのかな。はい、やってきました。海上自衛隊佐世保資料館セイルタワーって呼ばれてるそうです。そうだね、護衛艦クラマのアンカーだって、うん、ね、うちさ、これさ、うん、この真ん中のとさ、ここがさ、全部あ、角度違うね。そう、まっすぐかと思ってたら角度ついてるんだね、うん、ほんとすごい角度ついてるもんね。こういう風になってるんだ。引っかかりやすいように角度つけてるかな。あ、そうかもしれないね。手は、こうやってるの。はい、見学してきました。はい、すごかった。あのね、うちね、うん、海上自衛隊って船だけかと思ってたんです。ああ、言ってたね。そう、
でも海を守るためには船だったり、うん、飛行機だったり本当いろんな手段があるんだなっていうのを感じた。で女の人たちも活躍してる場っていうのも言ってたし、うん、なんかね自衛隊ってただ訓練して出発して作業してっていう人たちかと思ってたけど、自衛隊の中にもお医者さんがいたり歯医者さんがいたり、自衛隊の中には自衛官の中にね、うん、その専門の整備士さんもいたりして、まあ、そうだよね、すごい、うん、もう中はちょっとね撮影が全然できないんだけど、撮影ねちょっとできないんだけど、ちょっとできない内容だなって、うん、まあちょっとね遺書とかあったりもね、うん、あの太平洋戦争の時の遺書とかもあったりするんでっていうのもありますけど、まあ、逆にあのこれね、見れない映せないんで、うん、ぜひ来てみてください、うん、と思います。あのね、私一個大事なことを伝え忘れてました。館内は全面撮影禁止なんですけども、実際にねうちら回ってる時に別の観光客の方で多分スマホ出したか写真撮っちゃったのか分かんないけど、館内結構ね捜索ですごい行走、すごい行走で、うん、探してた。ベテラン職員さんの方がなんか写真撮ってた、どこ行ったみたいな、そんな感じの会話をしてた、聞こえたかな、うん、ので館内ではちょっと怪しまれるような行動はしない方がいいかもね、うん、だからスマホなんかもさカバンとかもポケット入れちゃって出さない、疑われるようなことをしない方がいいかもしれないです、うん、ちょっとあのハラッとしました。そうだね、うん、やっぱすごいですね迫力がね自衛官。さ、クレの時にもさ見たけども、うん、山本五十六とか戦争の歴史全然知らないうちでも名前知ってるような人っているじゃん、東郷平八郎とか、うん、もしあの人たちがあの時代にいなかったら歴史って変わったのかなとか真面目なことも考えたり、海上自衛隊の人たち船で酔っちゃったとかそういうのないのかなとかちょっとその低レベルな心配もしたりとか、なんかほらでもそもそも酔わないから海上自衛隊に志願とかなのか、酔いにくいような訓練を受けるのかなとか、あ、うん、ちょっとそういうのももろもろ妄想しながら、そうだ、ね、ヘリコプターとかでさ発艦しますとか言ってさ、今度帰ってきてさ着艦しました、うん、うえーとか言って、そう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 、そんな絵にならないねー、うえーってでね、ちょっとねあの いろんなことを考えながら見てました。はいここは佐世保バーガービッグマンさん、結構テレビにも取り上げられたことがあるお店みたいで、その一番のメインのベーコンエッグバーガーなので楽しみだね、みっちゃんね、ちょっと楽しみ。ベーコンエッグバーガーにセットでフレンチフライとレモネードのアイス頼んでいい？おうおうおお、ベーコンエッグバーガーですね。はいはい、頼んでみようか。パン職人さんがオーナーだったっていうバンズ、栄養価の高い厳選した卵、トマト、玉ねぎ、レタス、時期に合わせた新鮮な素材を、桜の原木でじっくりとスモークした自家製のベーコン、素材にマッチするコクが決め手のマヨネーズ、自家製パティは肉汁たっぷり、10種類のオリジナルスパイスによって肉のうまみ、ハンバーガーには欠かせない自然のうまみを凝縮した完熟トマトのトマトケチャップ、上から軽く押さえて傾けずに食べるのが佐世保流なのだ、いろいろ書いてますね。上から軽く押さえて傾けずに食べるのが佐世保流なのだ、だって、うんうん、いや今言ったのにどうする、かぶせて言わないでくれる、塩なしポテトでございます。おー、ピッチャーにはありがたい。そしてバーガーが分厚い。わ、でっか。で、これをちょっと潰してっていうことですね。うん。うわ、分厚いね。で、これをちょっと潰して食べるそうです。うん。潰して言うてもそんな潰れなかったね。こんな感じ。食べるのが大変だな、これ。
そうだね、ちょっと分厚いね、だいぶバンドがどんどん前に来ちゃってる。ほんとだね。いただきます。はーい、どうぞー。ベーコンともいただきます。熱い。熱い。ベーコン分厚い。おー、結構な分厚さだね。うん。食べ応えがありそう。うん。パテの焦げ目が美味しさ倍増。ベーコンのスモークシューがいい感じ。相変わらず淡々と言ってるな。ね。卵がね、意外とふわふわしてまして、でレタスのシャキッと感、美味しいわ。じゃあ僕もいただきます。すごい分厚い。でもなんかガブって上から全部いけなそうな勢いなんだけど、分厚さ、いけるかな。から作るのが特徴なんだって。で、玉ねぎが生玉ねぎで意外とピリッとする。で、ベーコンのパテ両方肉使ってるからさっぱり感が増すよね。あ、確かに確かに。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。